リキーさん、はい、前回の続きをすごく時間は空きましたが久しぶりだね、はい、ぜひぜひお願いします。確かあの会議するっつって、はい、そんでもってで結局坂口さんが来られて、はい、で結局みんな荒川さんと武藤さんと橋本さんが来なかったっていう、はい、そうですね、うん、でそれでね、で次の日に荒川さんはもうしれーっと、ああいて、で坂口さんはもう躍起になってこうしてね、はい、どうしているんだけど、その中に荒川さんが突然来て、あ、坂口さんおはようございます。そしたらもう坂口さんは坂口さんでね、もうこうなってるからね、はい、荒川ちょっと来い。じゃあそうですよね、まあ、道場の別室みたいな感じで、はい、うん、どこに連れてかれて、はい、なんかしたもんで、うわどうなんだろうなと思って成り行きを見守ってたら、10分ぐらいしたからかな、はい、10分ぐらいしたらもう笑顔、2人とも笑顔で出てきて、お、うん、その成り行きを聞いたら、はい、荒川さんはその会議があるということを聞いていなくて、なるほど、うん、でそれで武藤さんと橋本さんを連れて、はい、あの千葉の栄町の、はい、お風呂屋さんに行ってたら、まさかの行ってたらしいんだよね。これってなんか結構なんか有名な話らしいんだけど、うん、そう、まさかまさかの荒川さんそんなことね、全然会議があるなんて聞いてないんで。それは武藤さん橋本さんも知らなかったんですかね。うん、知らなかったと思う。なるほど。っていうか、まあ、あの、普通に荒川さんに、あの、来い来いって言われたから。まあ、そうですよね。うん。だってまあ、それこそ本当にね、もう数ヶ月、入門して数ヶ月だから、荒川さんに来いって言われたから、これね、行くしかないし。そうですね。うん、で、結局、坂口さんも、荒川さんも笑顔で出てきて。じゃあ、今後ともよろしくお願いします、みんなから。よかったですね。でも、いい結末でしたね、それは。で、その後ね、結局、あの、箱根にあの合宿にみんなで行くっていう、はい、に一致団結して、はいはいはい、頑張ろうっていう感じで箱根の合宿だから、結構ね、だからいろんなところに出てるけど、こう箱根合宿で、はい、こうみんなでこうしてこうやって、はい、うん、あの写真はね結構出てるんで、そうですね、でその中にね、俺も、はい、武藤さんの横にね、はい、こういたりとかしてね、なんかちょこちょこ見ますね、うん、その写真、あの箱根の合宿はね結構、はい、あの有名な話で、はい、うん、でそれまでね、新日本プロレス当時から、はい、もうリング屋さんっていうのがいて、はい、でリング屋さんが全部こうリング設置、あの巡業中とかね、はいはいはい、設置するんだけど、結局その時はもうリング屋さんもいないから、もう初めてリング作りをしたのがその時なんで、うん、で今でこそっていうか、もううちもそうだけど、はい、鉄柱って2人で持つじゃん、はい、そうですね、一人で戻された。やっぱそうなんですね。いや、そう、本当に当時はね、うん、団体によってはそういうところもあるんですけどね。一応一人で戻されて、はい、うん、だ当時やっぱり俺も一番下だったから、はい、もう本当、まあ間違いなく鉄柱4本全部戻された。鉄柱弱いから、鉄柱まだ残ってるぞ。いいトレーニングですね。でね、あの終わったらなんかこうみんなで、あとはあの宴会場、はい、宴会場みたいなところでみんなで飯食って、はい、酒飲んでみたいな感じで、で歌歌って、はいはいはい、でやっぱりね、木村健吾さんがやっぱり歌うまくて、うん、まあ、あのずっと練習を続けて、はい、残ったメンバーでみんなで練習を続けて、はい、でそうこうしてるうちに、はい、ある日突然、うん、海外からほうある選手が帰ってくることになるんですよね。誰ですか、誰ですか。これがね、はい、後に本当にもうガーッと新日本プロレスを席巻する、はあ、あの選手です。次回が楽しみだ。お楽しみに。ありがとうございます。